どうも、刺身です。モリーでルルです。ルルン戻ってきたね。はい、戻ってきました。村人が戻る瞬間だけ見れなかったね。そうですね。メールも引きました。そうね、連れてきたし。じゃあ、やっていきましょうか。やっていきましょうか。は今い。回は村人が村に来たのでね、村人の家を建てたいと思います。はい。初めての家作り。そうね。ここに来て、建物は結構。ここに来て初めここてにの来て、家やっ作りと。というね、マインクラフトの基本であろう家作りを今までしてなかったというこの準備が悪い。というわけで、今回もノープランですが、どんな感じがいいですか、モーリー。普通ね。普通って何？普通だよ。普通って何？多く？なんだろうね。多くかな、でもな。まあ、無難ですね、それまあ、は。無難なやつで。まあ、でも、木でしょう奥。ね。でも、一番多いの白が樺の確方が美しいけど、白樺はないしな、そんなに在庫は。か。松とかもね、結構かっこいいんだよね。ああ、いいや、日本顔っぽく、日本っていうか、ちょっとそっち系の色で。そんなないんだな。え、松あった、ダークか、これは。松は確かにないかも。じゃあ、ダークオーク？ダークオーク。あれ、暗い。エンチャントセットはダークオークだっけ？ああれれ、ジはャンジャグングル。ル。いや、オークでいいんじゃないかな。じゃあ、オークで。じゃあ、オーク新しい柱を、ね。じゃあ、基本的な柱を原木で、あとは、あれにするか？はいよ。木材でやって埋めていく感じの建築にしましょうか？じゃあ、私、原木持ったぞ。私も原木持ちました。じゃあ、俺、木材持つぞ。じゃあ、苗木持とうか。自分は、何しなんよだ？う。よし、とりあな、苗木。えず、と多りあえずくの。あるから、50何個あるから。僕は原木いくらでもあるぞ。でもじゃあ僕、じゃあ柱も、あ、でもさ、基礎をさ、なんかレンガとかにしたいな。わかりました。石でもいいけど。石レンガ。石レンガ。基礎部分石レンガしたい。レンガでもいいけど、何でもいいよ。好きなの持ってきて。いいよ。どんどんやりたい？大丈夫？グロいスや、ン大だ丈け夫でど。す、大丈夫で大丈夫す。か？素材が、でも確かにたくさんあるっていいですよ。建ええ。築の幅が広がる。無駄に。あ、でも、石レンガがないな。あ、こっちか。はい。間違えた。石レンガ、16個しかないな。いや、意4レン外ガにでいい。ね、このね、ここの、こ、こ、これ、これ、これ、俺が今開けてるやつも綺麗なんだよ。花、そう、これ磨くと。石レンガって何個だっけ？あ、いや、丸石だよね。全然話聞いてねえな、あいつ。全然開けてない。石レンガって何だっけ？ 4つだよ。いいよ。聞いてる聞いてる。これ綺麗なんだろう。そう、綺麗だこれね。綺麗なんだよね。めっちゃ綺麗だよね。見えないけど。これどうやって磨くんだっけ？磨く？あ、こうだ。あれ？ちょっと、モーリーこれ見て。え、これって何？ちょっと待ってね。今どこに行けるの？あ、これ？これ？はいはい。ちょっとこのブロック見て。え、何これ？あ、これこれこれ。面白い。切れくない？あ、綺麗やん。これ基礎とかでもいいんじゃね？あ、これいいじゃん。これいいじゃん。じゃあこれにしようよ。何？砂？違う違う違う。花崗岩ってやつ。ああ、花崗岩か。花崗岩を、4つクラフトすると、この磨かれた花崗岩っていうのになるんだはいよ。はいはいはい。あったね。そうそうそう。これを基礎にしてもいいかもしんない。これでいきましょう。俺もう64個作ったけど。あれで夜になっよろした。く。あ、これを柱とかこんなんにしてみる？これ枠組みにしてみる？どっちもいいよ。夜になるけど。一回寝るか。一回一寝回寝よまう。しょそうしてみるか。そう。おれと羊毛とか組み合わせてもかっこいいかもしれないけどね。ー。そうね。そういえばなんかおー、すげえ。新しい、なんかバージョン出ましたね。マインクラフト。1.86？ 1.6で、はい。出たね。出ましたね。ちなみに、これもう上に木置いていいの？木材。いいよ。いいよ。何の木材使ってるんですか？多く渡すよ、じゃあ、今。あ、じゃあお願いします。はい。あれ？一つ頼む。分かっとるわい。あ、なんか、あ、なんか、え、これ何？あ、ずれたのか。はい、すいません。じゃあ、同じものを、同じように、木材を2段、3段ぐらい置けばいいかな。すいませんね。ええ、大丈夫っすよ。僕、心広いから。さすが毛利。さすが。刺身さんの罵詈雑言に耐えるのを、日々、研究して、耐えかねてます。は？怖い怖い怖い耐えて怖おりい。ます。は？
あ、でもこれガラちょっと待って、ガラちょっとガラ待っドて、ラインだろ。ちょっと待って、モリモリさん待ってください。ちょっと待って、待って、待って。これだとさ、なんかおかしくな、おかしい感じになんね見た目ってこと？え、床張りますか？こう、じゃあ。え。うん。床っていうよりかさ、こう、なんかおかしいね。四隅はさ、こういう感じにした方がいいんじゃね？あ、そういう感じか。ああ、そう言ってたね。知って。なんかすごいことになってるな。ダメ？なんだろうね、この感じ。ダ メなんか。か違くね？なんか違う。なんか、なんだろう。あ、だったら基礎部分が黒の方がいい？白黒の方がかっこいい？あ、あれはどうですか？なんだっけ？ダークレンガだ。ダークレンガ、あれ？ネザーレンガ？あ、ネザーレンガですね。ちょっまあ、とダー黒クがいいじゃない？うん。っぽく。なんか、ちょっと白とピンクがなんか妙に、何かが。なんかはい。白自体は上はずなんだけどはい。な。あ、じゃあ石と白の方がいいんじゃない？せめて。はい。ちょっといろいろ試してみましょう。じゃあ壁は。じゃあいろいろ素材持ってきます。ちょっと、あ、でもちダなメみ出に。しされる前に大きすぎた、俺。ハーフ。よし、ちょっと合いそうなブロックを持ってきていっぱい。はい。並べてみよう、みんなで。ある意味、白と木でもいいかも、ね、いいかも。石のハーフブロックとか。私、この白とグレーがいいです。白とグレー。たどういうだこでと？も、だ暗から、算が少ないですよ。このグレー、丸い線もあるんだけど、グレーのやつをこのピンクの代わりに入れ替えるやつ。何がいいんだろう。壁は白でいいと思うんだよね。これ羊毛でいい気がするんだよね。なんか言ってよ。安山岩ってこと？いや、別に丸い線もあんのいいけど、余ってるやつで。ただ、なんだっけ、羊毛に対してはグレーっぽいやつがいいなと思って。いや、それで、羊毛やめよあ、羊毛やめるか、そもそもね。う。羊何毛が、のくせに硬いな。下がピンクっぽい色だから、じゃあ、綺麗いいんじゃない？これで。色付きようも。よあ、し、なんかちょっもう、と。ここまで言っといてなんだけどさ、はいよ。もう下、石レンガにして木で作ろうぜ。いいじゃない。了 いい解とで思うす。よ。石レンガ持ってきて。はいよ。石レン石レガは、ンガ、俺は持っただ、てないな。石レンガってどうやって作るの？石を4つ固めてください。丸いじゃなくて石か。あ、石石、か。うん、石。石焼いたでしょ、この前。うん。あったあった。こっちか。多分自動かまどのあったあった、あそいっこにぱもいっぱいあると思うよ。い。今、石レンガ僕、じゃあ作ってます。はい、作ってください。100個あれば十分だよね。余裕でしょいいよ。やべ、種の量が半端ねうん。小麦を作っては、牛を殺しは、え。ステーキを 作り残は、酷だわ。ステーキの方がさ、ね、アメリカあ、人だ確かから。うん。乗せるよね、もうこうやって。に。うん。ここか。先そう。に、点だけ折っとこう。ここか。OK。そしたら、これで、あれっしょ。もう、オーク使っていこうぜ。いいよ。多くですか？え、なんか石ハーフ？ハーフでいいです。そっちか。もうかっこいい。え、嘘でしょ？家だそうでぜ。す。家ですよ。はい。あれは、なんか、ちょっとなんか、堅苦しいイメージが。確かに。木材がやっぱいいかな。なんか石にしたらさ、もう土足で上がらないといけないよな。土足で上がらないといけアない。メリカンスタイルになるよ。いや、モーリーさんのスタイルに合わええ。せて。確かに。確かに。まあ、土足ですけど、みんな。本当だよ、毛利。俺の心にも土足で入ってくるしさ。いや、自分も十分土足入ってるぞ。ルンルン、それ結構ハーフ寝ブてロッる。クがいいな。だってさ。ああ、そっか。一緒の。
で、この多くの原木のところに多く入れればいいのね。木材を入ればいいのね。Oh はい。こういうことやな。Oh yes。おいえ。なんで急に英語。ちょっとなんか、ちょっとこうなんか、こうやってなんかちょっとライン入れてるだけでもいい感じなんじゃね？ライン？ああ、おお。ね。こっちも全部入れちゃったけど、壁。あ、いいよ、後でやるから。ちょっと俺にさ、木材少しくんね。あ、いいよ。いっぱい持ってる木材。あ、俺いっぱい持ってるよ。よっしゃ、オッケー、ありがとう。ちょっとやっていってみよう。で、これをこうして、下、床こうダーしクオーク。て、え？いや、下ダークオークとかなんか色変えてみたり、どうですか？あ、いいよ。いいんじゃない？あ、こうなんかちょっとライン入れるだけでもやっぱちょっと違うあれ、な。窓閉じちゃった。こんな感じでしょ。でかい窓とかにしてみるか。お、いいんじゃね？いいんじゃね？よっしゃ、じゃあ、屋根にかかるか。屋根じゃあ、松クにリすパーって、クる。リパーって。ほんと、フェンス壊されないでね。フェンス壊さうん。れ。シまだシューって言ったわ。ュー。怖いマジわ。怖えよな。ダーク屋オ根ーク。何にするったっけ？あ、ダークオーク？あ、ダークオークじゃねえ。松だ。松、そんなのあったっけ？わかんねえ。松ってどれだ？あれ？こっちだよ、これだよ、上だよ、これ松だよね。上。そうだよ。あれ？俺なんでダークあれ？オーなんかダウコード回ってるな。ク？あ、松全然ねうん。松希少ですから。なんかすげえゾンビの声がするアカね。シア？あ、アカシアもねえのか。松もうちょっとあった、原木。あ、そうだね、22しかないね、原木は。じゃあダークオークにする？そうだね、いいんじゃない、黒っぽいし。そうだね、そうするわ、そうするわ、そうするわっつったって知知るるか。知る知るわ。そうするわ。そうするか。おっしゃ、120箱作った。おお、やつかな。うん。作りすぎだろってね。スタッフやな。うるせえよ、ボケ。言ってねえよ。なんか、深夜のめっちゃハイテンションです。怒りテンションから笑いテンションになったこの刺身さん。怒りテンション？怒りテンションから刺身テンション、ああ、笑いテンションに。あれ、なんで怒りテンション？俺怒りテンションなってた今日。さっきあのゾンビをこう、ほさっきの。ら、やってるときにさ。ああ、あれね。あれね。ああれれ、ね。あれの話ね。うん。お、なんだこれ。床がまだらになってる。いいじゃん。いいじゃん。いいですか？いい。あざっす。いいじゃない。じゃあ俺、それだともう作間るわ。違えた、俺。こうか。扉何がいい？え、扉つけてるでしょ、俺。あ、持ってんの？え、つけてない？あ、ごめん、ついた、ついた。あ、ほんとや。びっくりした、俺、モーリーには扉が見えないのかと思った。折れてるから、もう、なくなってるのは気づかなかった。もう綺麗だわ。とりあえず、昼前とかにしよっか。よし。モーリー、反対側、あ、反対側敵来るか。危ねえな、反対側。エンチャントセットの前にゾンビか。このゾンビ顔がない。あ、わけじゃなくて横向いてるだけか。あ、普通ゾンビだ。顔いがや、ない。顔がない。顔がないと思ったら怖横向いいてこるとだけ。言うわ、ほあ、んと。クリーほパーらが横だ。にいる。やばいやばい。これ、横にクリーパーがいる。マジでフェンス壊されないでね。頼むぜ。やばい、どこ弓にいが。る？どこにいる？ちょっと弓持ってくるわ。ちょうど、なんていうの、そのゾンビ捕獲施設の方に、の入り口にある。あ、それな。いや、弓ではつけるわ。たまには。倒した。あ、倒したの？じゃあ、はい。待ってくれ。柵が欲しい。柵はない。あ、もうないっすか？在庫とか。在庫がね、あるはずだの。オークの方に、オークじゃなくて、ジャングルあの方にある。あ。なるほど。今何してる感じ？僕何したらいい感じ？仕事は自分で見つけるんだよ。そうか。で、屋根作るか。厳しい。え？
てか、ただこれ、この原木のやつが反対側にも欲しいな。うん、そうしよう。これジャングルだっけ、この棒。あ、これオークか。オーク。オークあるぞ、これ。持ってる？あ、これ、これ。えい。屋根、どこに、どこの下？家の中。あ、家の中ね、はい。あ、めっちゃゾンビ音が、ゾンビ音が来るな。こっか。いや、ここにね、いっぱいいるんだよ、スケルトンとか。あ、そうか。なんか飛んできた。いや、俺が撃ってんの。そうね。でも、この間、床に座ってる弓矢を回収できるかなと思ったら、あれ飛んでくんだね。何の話してんの？だから床に刺さってるあの弓矢を、はい。その床を壊したら飛んできた。え、やば。え、そんな現象あるんだ。なんかないと思うけど。いや、飛んできたよ。飛んできた、怖え。回収できるのかなと思ったらさ、え？飛んでくる。ちょっとそれは刺さってるけど、あれ？移動はずっとしてるってこと？いや、わかんないけど、刺さってるやつを、回収できるかなと思って、石そのものを壊したら、うん。ピローンってこう飛んできた。やばい、ホラーだ。マジで言ってる？うん。あれ？あれ、なんか来た。この枠、ここを全部枠にしちゃえばいいんだよね、全部ね、こうやって。うん。そしたらなんか、メリハリが、メリハリがつくんじゃね？メリーとハリーが。うん、メリーとハリーが。メリーとハリー。メリーとハリー。うん。あ、やっぱここはあれだな。ガラスで元。ガラスで高く。かっこいい。あ、そういう感じにする？かっこよくね？いや、かっこいいけどさ、前こういう感じにしたんだけど。だって、その、もう、おのおのそれぞれでいいって言うから。はい。はい。じゃあ、いいです。はい。いや、それ、揃いますよ、もちろん、じゃあ。いや、いいよ、いいよ。そっちの壁はじゃあそうしよう。うん。じゃあ、そうしよう、はい。なんかあるじゃん、そういう、なんか、教会っぽいやつ。知らねえ。知らねえ。あるんだよ。俺の中にもあるんだよ。あ、そうか。うん。天井までね。意思疎通ができてないね、今日。うん。もういいやん。なんかこう、あるやん、こういうやつ。うん。いて。あ、なんか変わりそうかしら。変わりそうかしら。いや、邪魔だったんだよ。ああ、うん。邪魔だった。どっちにしろひどいけど、まあ、わかったよ。うん。ちょっと暴力出た。暴力。暴力で解決しちゃう、今、俺。怖いわ。刺身さん、なんだかんだ言って怖いわ。あ、なんか、しかも変わってるし。いや、グラセフの時もなんか、まあ、あれは悪い、あれ自分が悪いんですけど、まあなんかやらかすと、すかさず、もう、フォーミングランチャー構えるんで。でも撃たないでしょ、俺。まあ確かにそうです。誰かみたいに。いや、それ、撃つのはサラですよ。撃ってくるのはサラが撃ってみます。よく言うよ。君よく言うよ。ほんと。こっちは何もやってねえのにさ。こっちの壁の空いてんのは何すんの？こっちの壁のとこ。あそこは、フェンスをそこにつな、やるだけです。あ、そうなんだ。やってもらえると助かるな。フェンスがないんですよ、今。作んないと。フェンスは持ってないな。作らないと。多くのフェンス？はい。俺23個持ってるわ。持ってんじゃないですか。ここね。はい。このバラバラ。よし、オッケー。あ、なんかしようか。何しようか。あと。内装してよ、じゃあ、内装。内装か。うん。え、内装って本棚とかそういうこと？それとも。なんでもいいよ。村人が住みたいなって思うような。じゃあ、テーブルだな。そういう、あ、でもな。家を作ってください。